こんにちは、石川です。今日はこちらの英文。これで一つのセンテンスですが、ちょっと長い英文ですが、えー、就,局就職説も多い、えー、長い英文、歯応えのある英文ですね。こういった歯応えのある英文をですね、えー、繰り返し、えー、学んでいくと、長文読解、 えー、長い英文解釈の効率的な勉強になると思います。えー、それでは読んでいきますけれども、アウン・サン・スー・チーのーニュースですね。フィナンシャル・タイムズからです。えー、私が音読する前に、えー、皆さんに、えー、音読していただきたいと思いますので、私がゆっくりなぞっていきますので、なぞったところを読んでいってください。 これ、アウンサンスーチーですね。それでは皆さん読んでってください。音読してください。

えそれでは意味をとっていきます。アウンサン・数値これ、えー、ミャンマーのー指導者ですね。えー、旧帝国陸軍。日本の大日本帝国、旧帝国陸軍、えー、に、えー、要請されたアウンサン将軍という、えー、将軍がいたんですが、 そのアウンサン将軍の娘です。アウンサン・スー・チー。has suffered. これが動詞ですね。suffered っていうのはどういう意味ですか苦しい経験をするっていうことですね。アウンサン・スー・チーは苦しい体験をした。どんな体験なのかっていうのは後ろに書いてありますね。 A stinging rebuke.Rebuke re っていうのは何でしょうこれは避難ですね。避難。誰からの避難 ?From a U.S. diplomat。米国の大使。 えー、米国のお外交官からの、えー、避難。stinging, sting ンンっていうのは刺すですから、刺すような辛辣な避難ということですね。えー、米国の大使からの、えー、厳しい避難。辛辣な避難を浴びた。 で、the U.S. ディプロマットは、advising on the ロヒンギャ crisis。このロヒンギャクライシスというのは、ロヒンギャ people っていう人,人々がいまして、ミャンマーにですね。ミャンマーの西の方なんですけども、バングラデシュとの国境近くに、ロヒンギャという少数民族がいます。イスラム教徒なんですけども、 ミャンマーという国は、えー、アウンサンスーチはミャンマーの指導者ですよね。で、えー、ミャンマーという国は仏教国です。で、えー、アウンサンスーチは、その指導者として、この、ロヒンギャ危機というものが、 えー、ミャンマー国軍による、えー、ロヒンギャという少数民族が迫害されている。えー、ということに対して、アウンサンスーチは何もしなかったんですね。だから世界的には、国際的には、アウンサンスーチは、ロヒンギャを、ロヒンギャピープルを迫害しているというふうに見られていたわけです。それが、あロヒンギャクライシスです。で、多くの人が、ロヒンギャが、ロヒンギャの人々が、 えー、生まれ育った、えー、ミャンマーのおー西側あ、西部地域のお土地から追い出され、えー、多くの人があ殺されたと言われています。で、フー、フー accused、その人は えー、アキューズしました。えー、アキューズっていうのは、このお、リビュークとほぼ同じですね。えー、このお、非難したわけです。で、誰が非難したのか。誰が非難したんでしょうか。U.S. ディプロマットですね。U.S. ディプロマットが、フーアキューズとなんですね。 えー、で、なんでここに風が入っているかっていうと、ここに就職説が入っているからなんですね。で、コンマをつけて風をつけている。え文章をわかりやすくするためにですね。で、えー、米国の大使は、えー、避難しました。誰をミャンマー a デファクトリーダーこのデファクトっていうのは、 カタカナ英語になってますね。カタカナで、デファクトっていうのは日本でカタカナでも使われてます。例えば、デファクトスタンダードっていう、えー、言葉でよく使われますけれども、事実上の標準、えー。例えば、マイクロソフトのワードというソフトは、 えー、事実上のデファクトスタンダードとして、えー、使われているというようなですね、使われ方をします。デファクト、えー、事実上のっていうことですね。ファクトは英語で、o を消すと英語ですよね。これデファクトっていうのはラテン語なので、o がついてるわけですね。事実上の指導者。 で、えー、ミャンマーの事実上の指導者というのはアウン・サン・スー・チのことなんですけども、えー、今はアウン・サン・スー・チは国家顧問とかそういう、えー、アドバイザリーのおー、アドバイザーの地に入ってますね。ですから、えぇ、ー、元首ではないんですが、えー、大統領に対して、えー、助言をすると、それが大統領への事実上の指示であった。 でもう影の大統領だっていうことでデファクト、デファクトリーダーと言われているわけです。で,ですから、ミャンマーズデファクトリーダーというのはアウン・サン・スー・チのことですね。で、h o アキューズド、ユーエス・ディプロマットは非難しましたあ。ミャンマーズデフ,ァクトスタンデファクトリーダー、すなわち、えー、アウン・サン・スー・チを非難しました。 なんで、どのように避難したのかそれが、ここに書いてありますね。of- 以下。of-failing, to show moral leadership. 道徳的な、えー、リーダーシップ。道徳的なリーダーシップを見せることに失敗したと非難した。ということですね。and, and branded. このお、これはブランドですから、これもカタカナ英語になってますよね。ブランド。えー、いろんなブランドがありますよね。シャネル、えー、ロレックス、えー、ルイ・ヴィトン、えー、ああいったものはみんなブランドですね。で、ブランドっていうのは、えー、そもそも、えー、何が語源かっていうと、家畜に、えー、夜勤をつけるってことなんですよ。 夜勤をつける。そうすると、どこの牧場の牛なのか、えー、どこの牧場の牛で誰が持ち主なのかがわかるわけですよ。夜勤によってね。で、つまり、それがルヴビトンであり、シャネルでありっていう、そういうマークなわけです。あれ夜勤夜勤というのが、 このブランドの語源なんです。で、ここの文章では、その語源に近い言葉で、このブランドが使われている。つまり、夜勤をつけた。決めつけたってことですね。で、えー、どんな風に ?Her Government's effort。彼女の、えー、政府の努力。彼女というのは、アウン・サン・スー・チーですね。 アウンサン数値のーミャンマー政府の努力というものに焼印をつけたんです。で、どんな焼印だったかっていうのがこの2以下に書いてありますね。えー、to solve the problem その問題を解決する。この、その問題というのはどの問題でしょうそれは これですねロヒンギャ・クライシスです。ロヒンギャ危機をロヒンギャ危機、えー、解決がホワイトウォッシュだと決めつけたわけです。このホワイトウォッシュっていうのは、えー、白く洗うですよね。白く洗うっていうのは汚れたところを白く洗うわけです。 つまり、汚れたところを隠しているわけです。ですから、ホワイトボッシュは、えー、ここでは、ごまかしとかそういう意味に訳した方がいいと思いますね。ということで、えー、一文を前から順番に訳していくと、まあ、簡単にというか、淡々と意味が取れました。 Eh, この英文もう一度読んでみましょう. Aung San Suu Kyi has suffered a stinging rebuke from a U.S. diplomat advising on the Rohingya crisis, who accused Myanmar's de facto leader of failing to show moral leadership and branded her government's effort to solve the problem a whitewash. ですね。で、この英文をですから日本語に訳すとすれば、アン・サン・スー・チーは、えー、ロヒンギャ危機で、えー、米国大使から、えー、辛辣な非難を受けました。えーまあ、前半がそんな感じですね。えー、大使は、 US diplomat who, 大使は、えー、ミャンマーの事実上の指導者が、あ倫理的なアリーダーシップを発揮する、見せるのに失敗したと非難しました。そして、そして、えー、the to solve the problem. えー、ミャンマー政府の問題解決が、ワイトワッシュ。ごまかしだと非難しました。という,う形に訳せるわけです。えー、今日はあ、このアウンサン数値についての英文を読んで、読んできました。えー、今日はこの辺にしたいと思います。えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。